マリオ。さてマリオ64でモッティさんと対決です。果たして私勝つことができるのでしょうか。勝ちます。応援してください。さあモッティさんとは改めまして説明させていただきますとね、2016年4月29日ニコニコ超会議2016にて NTT ブースにて私とモッティさんが一緒に、ね、マリオテニスとかなんかしたりとか他にもいろいろ出るんですけどねしますのでね、それってことで対決することになりました。まあ、ぜひとも応援してください。さあ、今回3本勝負と題しまして、すでに1本目はもう終わっております。スプラトゥーンでね、リスナー交えた、俺チーム VS モッティさんチームで、スプラトゥーン対決したところ、惜しくも!もう本当に惜しくも、負けてしまいました。ですが、このマリオ64のね、16面 RT 対決で、なんとか勝ちたいと思います、本当。いやーもう本当に悔しい。ねえ、惜しいってなんだっけ?いやいや、惜しいことです。ハンデもっとあっていいと思うねん。俺もそう思う。ね、7106敗っていう。7000勝106敗っていう。ちょっとなんかよくわかんない負け方していましたのでね。次は、勝ちたいと思います。いや、本当に。俺行けっから。信じてくれよ。あ、電話かかってきてた。ごめん。ちょっと、ごめん。よ。もしもし。もしもし。すいません、電話気づきませんでした。いや、大丈夫です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ということで。はい、ということで、じゃあ、説明いつものお願いします。はい。説明をお願いします。説明を、はい。はい。わかりました。ダイダロ VS モッティの3本勝負、今年もやりますということで、第2戦以降はこちらのニコニコ生放送でやっていきたいと思います。はい。はい、頑張りましょう。やっていきます。第2戦目は、あ、その前に第1回戦目振り返ります。いや、いいかな。大丈夫ですか。大丈夫ですね。さっき僕がうまいこと伝えといたんで。 あ、本当ですか。よかったです。じゃあもう第2戦いきたいと思います。はい、はい、スーパーマリオ64の16枚 RTA ですね。そうなんですよね。でもちょっとやっぱリスナーとずっと話してたんですけど、はい、やっぱなんかハンデ短くないかなって。いや、4分って相当やで。いや、僕あのマリオ64 16面 RTA すんの、うん、まさに1年ぶりに近いんじゃないかなっていう去年ぶりですか、これ。去年ぶりに近いんですよね。なるほど。ちなみに去年は半で3分だったんですよね。あ、それで完敗でしたよね、はい、確か。確かね、そうで1分差ぐらいつけて僕が勝ったんですよ。そうなんですよ。なんかで踏まえて今年はじゃあ1分増やして4分にしましょうっていう。うちのリスナーからすると6分欲しいって言ってますね。6分は無理でしょ。それ無理でしょ。だっていや、ファーストクッパいっちゃうじゃん。6分6分があったらファーストクッパいけないです、僕6分で。いや、6はちょっと、それはね、16枚で6は。じゃああれですよ、ね、5分30秒。いや、5分5分でも多いと思うよ。じゃあ5分もらっちゃおっかな。5分で。5分どうする。リスナーどうする。5分どう思う。うちのリスナーはもう5分6分5時間とか言ってますよ。5時間終わっちゃうやん。いやどうしよっかな。いや、あ、ちょっとあれだわ、今ダイダラさんの放送の方でチョロッティってコメントがあったから、やっぱ4分にしようかな。いや、そういうこと言うなよ、おやら。ダメ。あ、4分で。いや、5分、お願いします。なんとかもういい勝負にしましょうよ。まあ、確かにね。まあ5分で、まあうちのリスナーも割と5分ぐらいでっていう。あ、よかった、5分。あ、でも4分半とかもありますけど。モッティさんでアベレージどれぐらいなんですか。今ね、でも19分台、20分台。19分、きついな。多分僕、大体、20、うん、調子いい時で22、3分なんですよ。じゃあ3分とかでいいじゃん。で、それは、やっぱりよくやってた頃で、うん、今、1年ぐらいやってなかったんで、多分本当に25、6分かかると思いますんで。じゃあ5分にしますか。5分で、じゃあお願いします。じゃあ5分で、じゃあ5分後に僕がスタートして、はい、先にゴールした方が勝ちで、それでいきましょう。はい、じゃあ残り、なんですかね、経過時間何分からいきます。11分ぐらいからもう始めちゃいます。
じゃあそうしましょうか。11分から。了解です。じゃあ経過時間11分から僕もリセットをしてスタートしますので、はい、対決やりましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。します、失礼します。よし、勝つぞおめえら、絶対勝つぞ。いやー、よかった、5分もらえたさあ残りもうあと1分ぐらいでスタートしますのでね。いやこれほんと大丈夫かな、俺心配なんだよね、ぶっちゃけ。ちょろかった、ちょろかったな、うん、まあまあまあ、まあ、もう頑張れば6分ぐらいもらえたかなと思ったけどね、まあ、5分にしときましょうかこれでさあ行くぞみんな。そうスプラの借りは返すと、ちょっとやばいんだけど、ちょっと待ってねみんな、あのマジで俺ボム兵のあれも新ボムとかもできない気がする。大丈夫かな。モッティさんの画面見たい人は 2画面でぜひともやってみてください。残り30秒ぐらいでもうスタートしますので、どうぞよろしくお願いします。ぶっちゃけでもガチで負けるかもしれん、やばいやばい、大丈夫かな。行くぞみんな、な、俺を応援してくれ。みんなの応援がきっと俺のパワーになる。だから勝つのみんな、4、3、2、1、行きましょう。 It's me, Mario. 頼む。さあ今、ただ今の記録世界記録と並んでおります。いやこのマリオ64分かりませんよ、これ世界取ってしまうかもしれない。頑張ります。やべえ、あ今日調子いいな俺。来てる。よし、あーなんかすげえリラックスできてる、この記録いいね。頑張るぞみんな、ぜひとも応援してください。うー、挨拶、まあ挨拶はね、まあちょっと見ててくれよ、大人ってものを見せてやるよ。うわぁ、いけ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 、幅飛びでどうすんだっけ、いける、挨拶は基本、挨拶できないやつは何やってもダメ。俺はねマリオ64でそういうことをみんなに教えたい。頼むぞー、うん、よし、いける。ちょっと危なかった、俺もちょっと水ポチって落ちてやべえな、なりそうだった。ノルマ達成じゃねえよ、こっからこっから、ういうい、よいしょー、やべ、ほい、うわー、ダメだー、あぶねー、ちょっと、やばい、新ボムも失敗したし、やばい、急げ、やばいってこんな、何やってんのって、もうちょっと待って、新ボムってこんな難かったっけ、ちょっと待って、壁ドン、いいぞ。まあ、まだモッティさん、口開けて回ってるから。通常ルート。やばいよ。もう1枚だよ、みんな。2分。2分で1枚取っちゃった、みんな。これ早くない？これもう、ちょ、待って、16枚でゴールだから、16枚取る頃には32分だよ。早すぎる。マリオ6430分でクリアとか早すぎない？これ。どうしよう。やべ。次なんだっけ次、わかんない、次わかんない、ちょ、待って、何だっけ、もうあれ行こう、よし、ふっ、ういー、ふっ、あ、ちょ、待って、あ、何してるんだこれ、ナイスリカバリー、いいぞ、壁にまたぶつかり、そしてまたこちらを取りに行く、熱いリカバリー、よし、うわ、やん、早いな、このペース。ちょ、待て、よし、早っ、よし、いいぞ。ちょ、待て、さっきより、どんどん速くなってる。みんな。やべえぞ、これ。
1年で下手になってね。いや、練習してねえよ。行くぜ。いや、久々だからな。でもちょっとみんな待って。俺、後半エンジンかかってくるタイプだから。まだね。まだわかんねえよ。こっからだから。いやー、お尻が熱い。これは。いや、もう、ケツに火がつくってやつ、まさに。今、腹だった気もするけど。頼むぞ、みんな。早いなー。ありがとうございます。やっぱな、みんな。来てるぞ、これ。増えた1分がもう消えそう。自らね、ハンデを消していくっていう。よし。やめて、やめて。何してんの、何してんの。あっ、怖えー、これ。5分じゃ足りなかったんじゃねえのっていう。ほんとな。じゃ、10分ぐらいもらえばよかったな、ほんと。よし。さあ、モッティさんもう動くんじゃねえ。ちょっとやばいって、みんな、これ。ちょ、待って、みんな。やばい。ダイダがクリアしたって言うといて。もうあいつクリアしたぞって言っといてくんね。次なんだっけみんな。やばい、ちょっと、マジで覚えてない。次てっぺん行ったらいいんだっけ。これもう本当にこのゲームすぐ忘れちゃう。よし、ほい。おっと、この辺り俺できてんじゃん、ちゃんと。おっと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 、ちょ、あ、待って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 、ほい。およし、オッケーオッケーオッケー。さあ、4枚目。5枚目ってなん、ちょっと待ってみんな。ここで5枚カゴだよな、次。カゴ取って次にゴールだよ。あ、スタートしたの？ちょっと大人なら空気読んでよ。やべえ、これ普通にやばいぞ。また挨拶してる？よし、行くぞ。5分経過しました。意外ですね。5分って結構早いんですね、皆さん。僕びっくりしました。おい、うー、早い。頼むぞ、大人だからルール守ってる。バッキャロイ。モッティさんもう追いついた。早すぎない？ちょっとやめてやめて、焦っちゃうでしょ。よし。やっぱ俺がファーストクッパインしてからスタートしてもらうべきだった気がする。じゃ、ルール改定するか、今から。よし。いや、うわー、なんか異次元の世界へこんにちはしてしまった。モッティ世界いた？うそやろ、ほんと。待て待て、大丈夫だって。みんな調子上がってきたでしょ、だんだん。俺マリオ64してるもん今。次、またウサちゃんでグダるの待ってるで。いや、ウサちゃんとかグダるわけないじゃん。みんな、モッティさん挨拶しなかったって。いや、挨拶しない大人になっちゃダメだよ、みんな。で、ね、よし、そういう人に俺はなっちゃいけねえと思って。ちょ、何してんの、何してんの俺。おおしょ、おおおおおおおーい、やい、やるじゃねえか俺。よいしょよいしょ、ウェイっと、いけ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 、頼むぞ。モッティさん走るの早い気がするって。おいしょ、いいぞ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 。モッティさん看板読んでるって。ちょ、な、何してんの、看板読んでるって。完全ビビってんじゃん。いいぞ。次、なんだっけ、次、覚えてない。次、うさちゃん、うさちゃんじゃねえ、うさちゃんじゃ、ペンちゃん。よし。よし。うっ、ペンちゃん、君。よし。食い尻で潰したって。いいぞ。よいしょー。あ、ちょ、お前、どこ行く。待って、ジャンプするんじゃなかったんだ、これ。おい、待って、お前、行かないで。ごめん。おい、持ってきたぞ、俺。あそこ、ジャンプ知らなかったんだっけ。ちょ、もう、忘れちったぞ、こう。いいぞ。大事だからな、挨拶。うぅ。でも、64ってむずいな、これ。じゃ、次行くぞ、みんな。次なんだっけ、次、マジ覚えてねえ。いや、落ちれる気しねえ。危なすぎ。あ、こっち。こう、体が覚えてる、体が。ほい。よし。いいね、ほら。ほい。いいぞ。おっと、平気。ちょ、なんでやねん。よし。おい。よし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 
次次次、3枚俺は8枚なんだけど。ちょ、待て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 、これは、わからんぞ、みんな。大丈夫かな。ほい。おっと、いいね、ここの動き、流れてる。このゲーム、こんな進むの早かったっけ。いや、早いよ。やばい、これ1枚、1分ちょっとペースじゃん。いや、これ、世界狙えるかもしれない。いいぞ、頑張れよ、みんな。よいしょー、じゃて。おいよっと、いいぞー。30分ペース。ちょ、待って、そういうこと言わないでよ、みんな。30分。30分でも、まあ、それもまた、ね、一強でしょう。ちょ、待って、5分か、半で。おー、ちょっとみんな、聞いてくれへん？今、俺のさ、コントローラー滑ってん。みんな、俺のコントローラーかな？トゥルッといってん。俺昔マリオ64してた時さ、指サックしてたんよ。でも今日は俺指サックしてないねん。出てしまったか。ノルマ達成。あ、バッキャロー、まだまだこの勝負終わってねえぞ。まだまだだ。モッティさんはここで、致命的なミスを犯す。よいしょ。うそー、もうここあかんって。俺幅跳びやろ、そこ。何しとんで俺。ちょ、待て待て待て、レオが片方操作してんのちゃうの。指サック買ってきて、みんな。100均行ってきて、100均100均行ってくれ、みんな。よし、ほい。うっ、ちょ、やめて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 、やめてやめてやめて、待て待て待て、おい、そういうことするなよ、お前。 RT しろよって。おお、怖い。よし、世界ならもう2回目のクッパ終わってそう。2回目のクッパなんかな。俺がワンパンだぜ。行くぜ。ちょ、お前危ない。ちょ、待てみんな。おお、俺の RTA はな、通常プレイも交えとるんやぞ。いいぞ。あ、ファースト10分超えてんの。ひやちゃん、オレンジ着て。ひやちゃん、オレンジ着て、頼む、変わってくれ、こっから。今から来て、ひやちゃん、頼む。よし、はい、当たる当たる当たる。なんで当たらんねん、お前。なんで、よしよし、いいぞ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 。野球終わったからいけるよ。お前お前、いいぞ。まあ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 、まだね、勝負は終わってませんよ。ここからですよ。いくぜみんな。どこ見とんねん。流行りそう。よし、勝てる勝てる。あ、どこ見、流行ってる流行ってる流行ってる。モンスター追いつかれた？バッキャロー、向こうクッパーミスるに決まってんだろ。ひーちゃん、早く、ひーちゃん、オレンジ来て。お、次何、次何、次サイホーン、次サイホーンか。やべえな、これ久々にね、マリオ64、1年ぶりにプレイしても、確かにね、なんか、25分くらい出たんだけど、よく考えてあれってリセットしてたわ、俺。リセットしてたわ。やめてくれよ。ひやちゃん、住所は、あれやで。アメリカやで、俺の家は。よし。ほい。ちょっと待って待って。いいぞ、いいぞ。ほい。なんでや、それ。モッティさん、落ちた？ワンチャン、いけ。サイホーンはやばい。サイホーンはやばい。サイホーン強い。おーいえーい、これが
俺の実力や。あぶねえ。一発成功みたいなもんやぞこれ。よし、頼む頼む頼む、次次次クッパー。いや俺もう持ってるからこんだけ。ちょっと俺どこ行くん、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 なんか不思議なパワーが働いてる。ふぅ、コントローラー狂ったって。壊れろ、今すぐ R ボタン壊れろ。いや壊れても意味ないわ。何壊す、何壊す、何壊す何壊す、みんな。ちょっと待って、頼むモッティさんのコントローラーが爆発してくれ。 A ボタン、 A ボタン Z 壊す、 Z 壊しちゃう。いいねそれ、よいしょー。頼む頼む頼む。 No my god! イエーイ。大丈夫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 。よいしょ、おっと、ふぅ、残機なくねこれ。ちょ待ってみんな、嘘、残機ない、残機ないこれ。ほい、大丈夫大丈夫大丈夫。なんでお前はそこ行かへんねん、もう。やばい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 。ちょっと集中していこう。ほい。の挨拶。もう挨拶は今日は飛ばしとくで。みんな、任しとけって。ちょっと待ってみんな、俺の新しいルート聞いてくれ。これは、俺は、JK をできない。俺は JK をもう、することができない。わかったかみんな。これはもう、JK を諦める。いいかみんな。俺はもう JK をしない。よし。挨拶、あ、ちょ、それどころじゃないって。いや大丈夫だってみんな、もう忘れてしまった。これもう JK のやり方が分かんない。年老いてしまった。俺はよし、おい、おっ、よし、これでいい、これでいい。みんな抜かれた。いやバカやろお前、俺も取ったぞ今。いやでも JK やらないとどうしよう。ちょ JK しないルートが怪しい。 JK すっか、 JK やっぱ JK すわ、俺JK するわ。俺今俺ジョーカーやってるし、 JK いける、 JK やれる俺。 JK オッケー、いいぞ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 、よし JK できた、 JK できた、ほいー、よっしゃう。最初からそれやれ、いやばっかりお前、それができたら俺も苦労しねえわ。ふぅ、ほい、こっからこっから、やっぱみんな追いついてからの方が面白いやろ。みんな向こう落ちたって、うーはー、デッドヒート。これが最後の失敗。いいぞ、うわ高みを目指すか俺。よし、いくぞ。次何、次何、次何、ちょっと待って、覚えてない覚えてない覚えてない、次上か、上上上。よし、ここはハンデなんかなかったんやで、ほんまそれやで。よいしょー、オッケー、14、いいぞ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 。このペースついてこれまい、もう負けた。いや負けやろ、大丈夫大丈夫、ここからのお店でいけばわからへんぞ。うさぎ問題はウサギとケツや、ウサギとケツさえなんとかなったらいける。よし、おお、岩出れ。でも俺のスプレー、おーっと、ほい、オッケーオッケー、15枚、頼む頼む頼む、どうする、早くね向こう、
ちょ待って、なんか早いぞ向こう。俺ダメこれ。なんか言うてケツ、まあ、ケツゲーですからね。ケツが失敗したらもう全て崩壊してしまうようなこの魔のゲーム。よし、言うてケツや。え、これ取ったら俺の勝ちになれへんかな。16枚、16枚先取った方が勝ちだったっけ。違う、ちょ、1割、一応カメラ動かんといて。ふい、ほっ、よし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 、よしよしよし、うさちゃんありがとう。次なんだっけこれ、これ並んだってどういうことやねん。やべえ、全く一緒ここ。よいしょー、あー潜水艦大丈夫、よし、ここでギル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 、逆転すりゃいいだけやで。みんな俺のセカンドクッパ知らねえだろ。そんな得意じゃねえぞ。みんなさ、何か勘違いしてねえか。勝負はまだ終わっとらんぞ。やばいやばい、うん、頼む頼む頼む、俺に未来を、勝利というなんかすごいあれを。おいし、おい、え、向こう落ちた？え？え、これってもしかして？ちょ、嘘嘘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 嘘。頼む、ここミスんなよ、ここミスったら終わりやぞ、このゲーム。ここミスったら終わりやぞ。俺分かってるな、俺分かってるな。よしよし、大丈夫大丈夫、そこでミスったら大丈夫。ほい、あ、怖い。やめてくれよ。これ当てるで、みんな。あっ、よし、あ、残機5あるから平気や。よし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 、頼むぞ頼むぞ。はい、で終わったって。いや、待て待て、キャロお前、まだわかんねえだろこの勝負展開、わかんねえから。行くぜみんな、どこ見とんねん。よし、さあ言うてケツや、言うてケツや、ケツや、みんな。え、何この穴、入られへん、入られんだ。何やねこれ。よし、頼む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 、何笑うてんねやないって。
大丈夫だ、みんな落ち着けよ。みんな俺のケツはな、オリーブオイルたっぷりや。一発やないか。これ買ったんちゃうか。お、これいったんちゃうか。いいぞいいぞ。よし、うわ、待て頼む、ちょ、俺もう、変なことせへん、通常ルートを見とけ。俺の鬼の通常ルート。おっ、あえて捕まってな、時間稼ぐんや、みんな。うわ、よいしょ、怖いよ、みんな。やめて、一発成功初めてじゃないのって。でもそんなレベルだよ、マジで。やべ、あーっと、待って、嘘やろー。勝利の女神はまだ言っている。ダイダラ、諦めるなと。ちょ、待って、やばい、手汗がやばい、手汗拭いてくれ、誰か手汗拭いてくれ。手がツルツルやで、もう滑るんや、もう滑んで、マジで。サンディスティックが滑んで、みんな待ってくれ。手汗がやばい。ちょ、待って、あ、もう嘘やろ、お前、ほんと。今ちょっと、ほんま滑りすぎやで、お前の腹も。あかん、手の腹が、指の腹がな、もう、あかんわ、これ。ウェイ。いくぞ、みんな。よいしょー、よし、いいぞー、茂ったぞー。一年ぶりぐらいに茂った。いいぞー。いいぞ、みんな。あ、やばい。茂ルート久々だ、これ。ほいほいほい、グッバイ。あ、やばい、手が、誰かタオル持ってきて。あ、俺の服で拭いてもなんか吸収性悪い。吸収性悪い、マジで。やばい、こいつ回るの早い。はい、よしよしよし。え、おうおうおうおお、待て、それずれ。はい、どこあった。はい、あ、どこ投げとんねん、これ。ちょ、待てって、お前。待て、はい、頼む、勝って、頼む。はい、え、負けた。え、ちょっと待って、え、俺ボタン押すの遅かった。うわー、マジか。うわー、負けてもうたもん。挨拶しなかったら勝ってたか。
そう。107杯目じゃねえよ。悲しい俺。ねえ。ハンデちょうどよかったな。いやー、よかった。お前がボム兵ミスったからだぞ。タス2周より早いでしょ？俺、タス、周回遅れ食らわねえから。結構自慢なんじゃないのこれ。ちっくしょー。ハンデ結局5分なんですよ、これ。ね。やられたなぁ。悔しい。マジで手が滑ったさ、俺。なんかさ、俺最後、向こうミスったって聞いた後、ドバーって汗出てきてさ、いや、ケツワープ一発やってさ、抜いた後から手の汗が止まんなくなってさ、うわぁ、これやばいわ、なんか。俺、メンタル弱いんかな、ほんと。言わんかったらよかったわ。ほんと、君言わんといてんのと。抜いた後汗止まんなくなったっていうのはなんかちょっとね、語弊があるんですが、いい勝負でしたね。あ、悔しいなぁ。俺らのせいにすんなって。すいませんでした。まあでも、モッティさんとね、僕の熱い戦いが、これで見られましたね。タオルで俺の手を拭くっていうバイトがいったな。いや、指サックはめてたらわからんかったね、みんな。うん。指サック。買っときゃよかったな、昔みたいに。昔俺指サックはめてね、これゴムくせえなって思いながらずっと言ってたんだよな、ほんと。いや、まあでもまあ、いい勝負でしたね。モッティさんは早い。モッティさんはね、マリオ64の RTA とかもね、とてもよくやってますのでね、まあ、非常に強い人ですね。120枚 RTA とかもやってて、すごい人ですわ。なんか、対して僕は、ね、特にガチなゲームもなく、ね、全部のゲームをそれなりにできるっていう、それなりおじさんですのでね、ちょっと、これを機に、全部のゲームを達人クラスまで頑張ろうかなと思います。なんちゃってぜ。なんちゃってぜ。でもいや、ポッケンで恨み晴らそう。みんなポッケンで、もう残りはね、ポッケンにかかってます。ポッケンはね、昨日の朝5時に開封して、まあ8時間ぐらい練習しましたんで、多分ね、まあ勝てるかなと思います。大丈夫だ、大丈夫だ。大丈夫だ、みんな。ポッケンのな、みんなアドバイス頼むで。次のバトルは。行くぜ。始めたばっかかよ。いや、買ってたんだけど、泣きなかったんだよね。やばいよね。3本勝負で2連敗するやつ。いや、俺もまさか負けるとは思いませんでしたよ。はい。俺もね、びっくりしたわ。モッティさんはね、ポッケンやってたんじゃないの？結構やってたで。まあポッケンはそうです。じゃんけんゲームですのでね、まあリアルラックの高さってやつをね、見せていきましょうよ。最初はグーでやっときゃいいんだよ。いくか、みんな。格ゲーは得意だよ俺。ポッケン勝ち目ないの？うっそ。え、みんな俺勝てへんと思ってんの？うわー。ミュウツーってみんな知ってる？もう中ポケやからな、あいつ。 C4 うそ。 C いってんの？ガチやん、あの人。ちょっと待って。え、C 行ったん？ C 台？嘘。まあ、買ってますわ。C 台なん？ちょっと想定と違うんだけど。俺 D 台やと思ってたんやけど。伝説禁止でやるか、今日は。順伝までですって。レーティングバトルに、さあ今日のバトルはレーティングバトルに準じてやりましょうっていう感じでいくか、みんな。これだったらいける。レーティングミューズ使われへんからな。大丈夫だ。今からストファイ？ストファイやったら全然勝てんね、ほんと。伝説戦っていいと思ってんのっていう。ほんとそれ。なんかかかってきた電話。もしもし。もしもし。もしもし。お疲れ様でーす。いやー、いい勝負でしたね。いい勝負でしたね、本当に。ハンデ5分半でしたっけ？5分です。5分です。
くそー悔しい。まさか本当あれですよ、爆弾2発目当てるまでダイダラさん勝ってましたからね。あ、そうなんですか。うん、2発目3発目ポンポンと当ててこっち勝って。うわー、ほんとそこか。はい、本当にギリギリだったマジで。いやーでも、はい、熱い戦いが、まあ、見せてきて、マリオ64もいただきまして、はい、これで何勝何敗ですかね、これで。なんでしょう、ゼロ勝、僕は0勝107敗ですかね。そうですね、100、僕107勝ですね。ちょっとなんかおかしいですよね、これ。まあ次ポッケンですよ、ポッケン、まあ、ポッケン、まあポッケンありますから。ポッケンってモッティさん C 体なんですか。この前 C4 に上がれました。あ、ちょっとガチなお方でしたね、ちょっと僕な、僕舐めてました、ちょっと全然、ほんと、あの、ほんとポッケンめっちゃ下手だからね。さあ今日のポッケンは レーティングバトルに準じてやりましょうね。レーティングバトルに準じて、ん、どういうことね、使用するポケモンはレーティングバトルに準じて楽しくやりましょう。はいはいはい、わかりました。レーティングバトルに準じてってどういうこと。いや、特に何でもないですよ。さあ、この後もね、ぜひともよろしくお願いします。どういうこと。まあ、いいか。はい。さあ、とりあえずじゃあ、どうします、もう起動しますか、ポッケン。EU は起動はしました。で、ポッケンも、はい。つけてます、今。あっ、OK です。じゃあ、僕も、はい、ポッケンはもうついてます。うん。あ、そういうことね。今き、あ、やだよ。今、いいって言ったじゃないですか。やだよ。なんでだよ。なんでよ。いや、あいつ、超強くないですか。もう遠距離で破壊光線されるだけで僕、何もできないんですけど、あいつ。破壊光線弱い。え、弱いの？むしろ弱いの。破壊光線めっちゃ好きあるから。へぇ、うん。まあ。胸借りるつもりで。言うてアーケードやってるわけだから大体。いや、アーケード僕、5回ぐらいですやってたんですよ。舐めちゃダメですよ。で、いや、俺0回だから。いやいや、その分のやっぱ実力差があるかもしれないですね。そうですね。はい、まあ、あの7本選手 で、はい、でじゃあね、一応毎戦キャラ変更、毎戦キャラ変更、一応同キャラにし、同キャラ C は2回まで、2回まで4本選手、はい、でルールは大丈夫ですか。大丈夫でございます。レーティング準拠はなしでいいです。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう早速用意して、どうしますかね。僕これってフレンドリーマッチでフレンドに入ればいいだけですよね。フレンドにして、そうですね、僕が先部屋立てとけばいい。あ、パスワードかなんか入れられると思うんで、はい、チャットでパスワードを送ります。あ、了解しました。それでお待ちしてます。感じでお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ後ほどまた。はい、じゃあ負けません、はい、今度は頑張ります。うっす、うっす、失礼します。はい。うわー、ガチかー。大丈夫かなー。